ちゃん、喋らないなら出たらダメだよ。え、なに、どうせ出番ないから最初に出てやろうって思った。さっきなのに奥手。放火と喧嘩、そろそろ企画開始するからおいでー。わかりました母様。ほら、行こう。お姉ちゃん、初登場なんだからインパクト残さないと。はいはい、行きましょうねー。はい、というわけでコラボ企画第1弾は、二世代式で集合、クイズ対決、です。今回は2チーム、石化一族チーム対月化一族チーム。まず最初に私、石化一族チームのメンバー紹介をしましょう。一人は私の未来の娘で長女、キキ、ルカ。ルカタイムレコードでは主人公、作品内では偏った知識と常識知らずの天才娘だけど正直不安しかないわ。スターは吹かせてやんよー。もう一人は未来の娘でジジュ、キキ、リンカ。作者情報だとルカと同じくズバ抜けた戦闘センスを持っていて、リリアに次ぐ剣の達人らしいわ。まだ作中には出てきていないけど登場するのが早めに決まっていたのよね。なんで姉さんと一緒に。まあまあ、数が合わなかったんだから仕方ないじゃん。私は数合わせ要因か。となんか空気の悪い二人と私石化がチーム一丸となって頑張ります。ねえねえリンカ、もっとこっちに来なよ。やだ、姉さん臭いし。あ、ルカは臭くないわよ。適当なこと言ってんじゃないわよ。はい、ダイヤはお静かにー。この組み合わせはまずかったかなー。ちなみに参考までに帝国一般常識の10強化合計戦線のテストを事前にやってもらいましたのでその結果を表示しましょう。やった？ママに勝った？やるわね、ルカ。リンカは、ママごめんなさい。勉強苦手で。あ、大丈夫よ、リンカ。私も最初はそんな感じだったし。私と同じで不器用なのねー。次は私たちの紹介かしらね。まったく、この私にクイズバトルを、しかも相手は石化、ヌルゲートはこのことね。おおう、否定はできないけど言ってくれるじゃない。まずは未来の私の自慢の娘たちを紹介するわ。一人は私の未来の娘で双子の姉の式放火です。ルカタイムレコードではルカちゃんの専属シーンをやっていて、目隠しは極度の照れ屋から来てるらしいわ。お姉ちゃんは人の目線とか苦手だからねー。あと喋るのも本当に最低限だから基本的にテレパシー会話なのも特徴だね。ちなみにテレパシーでは私よりおしゃべりです。だって、ねー、せめて私にも伝わるようにしてくれない。それで私が双子のジジュの戦果です。私は見た目通りこんなイメージです。ルカタイムレコードではルカちゃんの専属シーンで、放火の通訳と専属シーンのまとめ役として活躍するらしいわ。ルカ含めて個性派揃いだから私がまとめないと。さすが私の娘、娘も苦労人になるのはかなり申し訳ないけど。ごめんねーなんかそんな役割ばっかり引き継がせちゃって。まあまあ、母様、気を取り直して頑張ろう。私がいるから大丈夫。うん、そうだねー。それでは月下チームのテスト結果を開示しましょう。待って、レベルが違うんだけど。あちゃー、私が一番下か。ふんす。やっぱりお姉ちゃんには勝てないねー。この子、喋らない以外は本当に完璧なのねー。それでは両者で揃ったということで、早速クイズをやっていきましょう。問題数は3問、各チーム1名ずつ代表で出ていただき、先に問題を答えてもらいます。そして最終的に勝った人数が多かった方が勝ちです。あれ、勝ち目が迷子になってない。探しに行く。それでは第1問は俺の専属神であり、未来の母である2人に先陣を切ってもらいましょう。ねえ、何このタル。ああ、普通に問題に答えられたら月下チームが勝つから。このタルを頭上に持ち上げている状態のみ回答権を得るというやり方で、二人には問題を答えてもらいます。待って、このタルの重さは、250キロかな。バカじゃないの。まあまあその代わりオーラとか能力の使用 OK だからさ。ふふ、早速始めましょう。では第1問いきます。第57区域宇宙に存在する星の名前を。大丈夫、その範囲は勉強したわ。あとはこのタルなんだけど。はい、石化。250キロよ。そんなもの、ポテトチップスを持ち上げるくらい簡単だわ。答えが独特すぎるわよ。ママ素敵です。やっちゃえやっちゃえ。では答えをどうぞ。プンパプンパせい。そんな星、あったっけ？石化。もしかして、適当に決まってるわ。だって知らないもの。ママー、私の妹がバカでよかったと初めて思ったわ。はい、外した石化に渡るの重さを倍に増やします。倍？倍はちょっときつい。うわ、死んだわ。母様、今です。じっくり持ち上げましょう。簡単に言ってくれるじゃない？普通無理よ、こんな重さ。けど能力を使えば問題ないけどね。それじゃあ問題の続きを読みます。ホテアの力を借りてもきついけど頑張らないと。言われても何も楽しくないので、メディアが苦手なものを答えなさい。は
最初の内容むちゃくちゃどうでもよかったわ。メリア様の苦手なもの？あのメリア様に苦手なものがあるの？思ったより次世代には知れ渡ってないのね。でもそれなら簡単だわ。次世代の男。正解、せっかチームに1ポイント。やったー。さすがママ、最高です。あとは未来の娘2人に任せるわ。アンビリーバボー。さすがー。ということで第2問に移りたいと思います。さすがパパ、どんな状況でもお構いなしに進行を進める。そこに痺れる。憧れる。さあ、次はルカとルカの専属神である戦火の対決だ。母様の仇を取らせてもらうよ、ルカ。ほざけほざけ、最終的に勝つのは主人公の私なんだから。見せてやんよ、主人公補正の強さってやつを。俺そんなもん受けた記憶ないんだけど。あ、パトの主人公補正は仲間みんな無事なのにパトだけ死亡的な補正だからね。きっといらない補正。知らないなら教えてあげるわ。パトパトシリーズは主人公より専属神の方が待遇いいのよ。そうなの。一時グッズ化を考えたことがあったらしいけど、その時も専属神の私たちが対象だったらしいわ。またショック。2問目の回答権は相手が画面内にいなくなった時に得ることができます。それでは第2問を始めていきたいと思います。現在ナロー小説にて投稿中のルカタイムレコード。その主人公であるルカや小鳥が最も多く作戦会議で使っている場所といえば、サービス問題だね。戦火、とりあえず最初に回答権は私が、ルカ、小鳥がなんか読んでるわよ。なんか言いたいことがあるんじゃない？え、本当？じゃあちょっと聞きに行ってくるね。ふっ、と疑うことを覚えてから出直してくるのね。ちなみに正解は、お風呂場。正解、月下チームに1ポイント。ちょっと、さっきのは卑怯なんじゃないかね。このタイミングで小鳥がルカを呼ぶわけないでしょ。まあ、万が一読んだとしても行かないけどね。なんで、せっかく呼ばれたんだからとりあえず行くでしょ。じゃあ私から今呼ばれても来るの。行くよ。うん。とりあえずホイホイと人を信じないことね。どうしよう、将来の娘、キョロいんだわ。将来の私の娘が女を口説いているという母的目線から見たらなんとも言いにくい絵図。俺の業界ではユリンユリンはご褒美です。さあ、とうとう最終バトル、どちらか正解した方がチームの勝利となります。極端な二人ね、これは問題の難易度で決まりそうね。今回は正々堂々、相手より早く答えを言い切った方が勝利となります。ギリギリの駆け引きを演出するのね。さすがパト。ママのために私は頑張ります。ふんす、ふんす。両者とも気合は十分だ。それじゃあ早速最終問題に入りましょう。頑張ってリンカー。放火なら大丈夫よ、ファイト。では第3問。ここにいる引き手、その本拠地となる地方は。よし、サービス問題よ。こんなの簡単すぎてどんなバカでも解けるわ。ふんす、ふんす。お姉ちゃん、ちゃんと喋らないと。リンカ、今のうちに決めちゃいなさい。リンカ、ママ、ごめんなさい。地球の地域名、わかんない。なんだってー。もらったわ。さあ、放火、こんな簡単な問題ちゃちゃっと答えなさい。ふんす、ふんす。何？一応テレパシーでは聞こえてくるんだけど。お姉ちゃん、声も小さいから。リンカ、ママ、どうしよう。ああ、リンカは意識高い系だから全く実家に帰らなかったんだったねー。ごめんなさい。今度ちゃんと帰ります。そうしてあげるといいわ。でも今は別に問題ないかな。放火、もっと大きな声で。ふんす、ふんす。聞こえてないよ、お姉ちゃん。ふんす、ふんす。こうしてこの問題が終わる頃には両者答えられずに1時間が経過したため引き分けとなった。今も未来も個性豊かな引き手でよかったよ。あ、なんかグダグダをいい感じなことを言って無理やり終わらせた。そこに痺れる憧れる。ダメらっしゃい。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。